綺麗なお月様です。タラちゃん、あのお月様を見てなんか思い出さない？ウサギのお餅つきです。そっか、絵本に載ってるウサギさんね。はい。タラちゃん、花火やらないか？うわ、やります。ねえ、あんたたち、あのお月様を見て何を思い出す？あのお月様見て。そうだな。あ、そうだ。僕が先に思い出したんだぞ。はい、私が先よ。まあ、もう。妹思い、兄思い。これから3人でプール行かないか？悪いけど今日ダメなんだ。何か用でもあるのかい？妹の宿題を見てやらなきゃならないんだ。宿題って夏休みの？うん。橋渡って妹思いだな。磯野だってワカメちゃんの面倒よく見てるじゃないか。まあな。磯野くん。あ、花沢さん、こんにちは。いやあ、ね、ところで磯野くんたち、私たち明日ハイキングに行くんだけど、よかったら一緒に来ない？中島くんたちもどう？香織ちゃんと早川さんも行くのか。それなら行ってもいいな。うん。それならとはどういう意味よ。別に意味なんてないんだよ。ねえ、みんな行くわよね。もちろん。僕も参加させてください。じゃあ明日の朝6時駅でね。ではお大事に。どうもありがとうございました。今の人お医者さんみたいだったけど何かあったの？お母さんが熱出しちゃったのよ。え、ほんと？お母さん。おかえりわかめ。大丈夫？お医者さんが軽い風邪だって。でも油断は禁物よ。ゆっくり休んでね母さん。ごめんよ、心配かけて。晩ご飯の下からわかめが手伝ってくれるって言うから安心して母さん。任しといて。じゃあお願いね。これに書いてあるもの買ってくればいいのね。あら、どうしたのお姉ちゃん？なんでもないわよ。でもなんだか顔色が悪いわよ。なんでもないってば。どれ？やだ、ひどい熱。ただいま。あれ？お客さんみたいだな。ああ、心配いりませんよ。注射しましたから、じき熱も下がるでしょう。先生、たびたびお手数かけてすみません。お母さんの風邪がうつったのかもしれませんな。ではお大事に。ありがとうございました。姉さん、どこか悪いの？ちょっと風邪をね。いただきます。タラちゃん、今夜はこれで我慢してね。はいです。どうしたんだカツオ、元気がないようだが。実は僕は明日友達とハイキングに行く約束してきちゃったんだ。へえ、ハイキングに？でも母さんたちが寝てんのに僕だけ遊びに行くわけには。約束したんなら仕方あるまい、行ってきなさい。でも母さんにわしから話しておく。本当？ありがとう父さん。明日僕もお父さんも日曜でうちにいるから気にしないで楽しんでおいでよカツオ君。はい。それからお弁当のことなんだけど。あ、そうか、弁当が必要だな。あ、これは困ったぞ。お兄ちゃん、私が作ってあげる。え、できるのかわかめ。お弁当ぐらい簡単よ、私にだって作れるわ。なかなかやるじゃないか。やりますね。これで準備 OK。 あとはタイマーをセットしてと。てますね、ワカメちゃん。マスオ君、気になって目が覚めちゃいましたよ。わしもだよ。でもわしらの出番はなさそうだな。そうですね。お兄ちゃん、気をつけて行ってきてね。ありがとう、ワカメ。行ってきます。もうすぐ頂上よ。
メ。今朝早く起きてみんなの分も作ってきたのよ。え、僕たちの分も全部食べてね。残すわけないじゃないか。なあ中島。うん。ね、これ私が作ったおにぎりよ。浜沢さんらしいね。いただきます。あ、あよかった、全部食べてくれて。ほんと作った甲斐があるわね。うわ苦しい、もうお腹パンパン。弱ったよ磯野、リックの中に僕の弁当まるまる残ってるんだ。僕だって同じさ、香織ちゃんたちの弁当見たら出しそびれちゃって。仕方ない、うちへ持って帰って謝るよ。僕の場合はそういかないんだな。また行きましょうよみんなで。ええ、行こう行こう。じゃあね、さようなら。さようなら。どうしよう、わかめの作ってくれたお弁当手もつけずに持って帰ったらわかめに悪いな。遅いな、カツは。何をしとるんだ。友達のところにでも寄ってるんじゃないですかね。中島くんとこに電話して聞いてみる。うん。あれ、まだ帰ってないの。変だな、さっき駅で別れたのに。そうですか、どうも。あ、どうだった、わかめちゃん。とっくに帰ってるはずだって。どこへ寄り道してんのかしら、お兄ちゃん。わかめ、ごちそうさま。